はい、キャンプやってますか？ユージャック代表の佐藤です。本日はですね、今後ろに見えておりますこちらのテント、ユージャックでこの度新発売いたしましたワンタッチツールームロッジテント、ローズテントになるんですけれども、こちらのテントちょうどね、今設営撤収マニュアル動画撮っている最中なんですが、こちらのローズテントにはインナーテントオプションがあるんですけれども、このインナーテントというのがですね、吊り下げ式のインナーテントになってるんですね。インナーテント吊り下げたまま撤収できたらもっと設営楽になるんじゃないかなっていう風にちょっと思い立ちましてですね、それをね今からまあできるのかどうかっていうのを検証していきたいと思います。そんなわけで早速始めていきましょう。スタート。はい、というわけで今ねちょっと撤収最中だったんですけれども、マニュアル本編動画に関しては別動画で撮っておりますので、こちらの動画ね、先にご覧いただければと思います。今日はまあ取り付けたままね、これで撤収できたらもっと早くなるんじゃなかろうかと思ってですね、取り付けていきます。準備したものはこれですね。はい、カラビナでございます。これユージャックのデイジーチェーンっていう商品に付属してるカラビナになるんですけど、こちらをですねいくつか用意してそれぞれねくっつけていきます。はい、ローズテントのポールの先端にはこういうねプラスチックのパーツがついてて、ここにねカラビナかけられるようになってるんですよ。でこれ今ローズテントのインナーの取り付け方で、通常のインナーテントの取り付け方に関しては、はい、こういうフックですね、このフックをこのプラスチックのパーツにかけることで取り付けをね行うんですけど、グランドシートも一緒ですね。こういうねフックのパーツがついてます。で今回やるのはこのフックを使わずにこのカラビナに置き換えたらまあどうなるのかというね、検証でございます。まあ実を言うと、じゃあ先に白状しておきたいと思うんですが、このグランドシートの方がねこういうバックルタイプになってて、実を言うとまあこういうこともあろうかとですね、このローズテントのインナーテント取り付けたまま撤収ができるかどうかっていうところをですね、事前に考えた上でこのバックル仕様に実はしてありましてですね、カラビナよりもバックルの方が取り外しがね、簡単になるという側面から実はここねバックル仕様にしております。なのでこれ使い方としては、まあ、このバックルを外してあげて、これをカラビナに通してですね、で、またこれこうカチッってやると。で、長さはここで引っ張ってテンションを調整できるので、はい、これで今グランドシートとカラビナがね、もう連結されて固定された状態になってます。同様にですね、インナーテント側に関してもバックルを外してですね、はい、カラビナに通して、で、パチンと。はい。これでグランドシートとインナーテント両方がですね、カラビナを使ってもう固定された状態になってます。はい、これと同じことをテントの四隅に全部やれば、まあ、グランドシートはねくっついた状態になりますよね。でインナーテントに関しては、はい、この吊り下げ部分に関しても同じようにですね、カラビナで細工を行っていきます。まず試しにここカラビナくっつけてみましょうか。はい、この関節の裏の穴にカラビナをパチンとかけて、はい、大丈夫ですね。カラビナのサイズはこれ4センチのカラビナかな。で、このフックは使わずにゴムですね。ゴムを直接カラビナにかけていきますと。はい、こういう感じですね。これで今、フックを使わずにカラビナと連結できたので、もう完全にね、固定されている状態ですね。このフックの部分に関しても全ての箇所で同じようにやっていきます。はい、全てカラビナで今から固定していきます。はい、これでですね、今全ての頂点をカラビナ化することがね、できました。唯一あの奥のところに関してはね、ちょっとカラビナ入れるの難しかったですけど、でもね、問題なく今入っております。はい、その上で、このポールのフックに関しては、これはね、取り外す必要がありますね。これ外さないと伸縮させた時にこの辺の生地とかに干渉してしまうので、このポールフックに関しては確実に取り外しておく必要があります。じゃあこれで今ね全ての頂点のところがカラビナで連結している状態、グランドシートもくっついている状態なんですけど、これで実際に撤収して畳んで、収納ケースの中に入れることができるのかっていうのを実際にね検証してみたいと思います。じゃあまずポールを縮めてみましょうか。はい、デメリットとしては内側からポールを伸縮させることが難しくなることですかね。はい、なので外側からですねポールを縮めていきます。はい、あと変なところが干渉してないかどうかっていうのも見ていきたいですね。はい、今全部のポールを縮めた状態なんですけど、今のところね大丈夫そうなんですけどね、変な干渉はしてるようには
見えないですね。各部どっか干渉してる感じはしないですね。はい、このクリップをくっつけちゃってるとこの時点でここら辺がね干渉することになって生地にダメージいきやすいと思うんで、やっぱり外さなきゃいけないですね。大丈夫そうですね。じゃあ外側に出てインナーつけた状態のままクローズできるか確認します。もちろん前室側は何の問題もなく畳むことできてますね。問題はこっちね、インナーテント側も畳めるのかどうかっていうのが気になります。どうかな、よいしょ。よいしょ。ちょっとごついな。あ、でもことはできましたね。あとはこれをベルトで止めて収納ケースに入るかを確認していきます。お、止まった。はい、ご覧ください。一応ですねまとめることはできました。あとこれをケースに入れていきます。まだベルトのテンションの余裕が少し残っているので、そんなにパツンパツンというわけではなさそうです。あ、余裕ですね。はい、全然余裕で収納ケースに収めることができました。ここにあと残りのポールとキャノピー、お座敷シートにインナーマット、すべて入れられる余裕がねある感じですね。まあ、インナーマット入れるとパツンパツンになっちゃうと思いますけど、であとは今収納まではインナーとグランドシートを取り付けた状態でできることを確認したんですが、問題は展開した時にどのぐらい難しくなるかっていうことだと思います。それをねもう一回今から展開を行って確認していきます。はい、それじゃあ今から通常手順で設営を行っていくのでノーカットでご覧いただきましょう。グランドシートがある分向きがちょっと分かりやすくなってますね。持ち上げるのがちょっと難しいので外側からこっちは持ち上げる必要がありそうです。無理して真ん中のポールを多分持ち上げちゃうと全体の重みでここのポールが折れてしまう可能性がありそうですね。なのでこっち外側からこの2本を持って持ち上げた方が展開しやすいでしょう。そうですね。あ、でも全然イージー。じゃあポール伸ばしてみましょうか。これも外側から伸ばさなきゃいけないのでちょっと難しいですね。あ、この作業が一番難しいかも。力を入れられないんでちょっとインナーとフライシートの隙間に入って操作を行ってみます。はい、今全部伸ばしきりましたね。そしたら足の位置を整えて、
あ、すごい。できたね。ちょっと中見てみましょうか、どんな感じになってるか。よいしょ。お邪魔しまして、おー、できてる。はい、あとここのクリップを4箇所ね、止めるだけですね。外側のクリップに関しては出窓の部分から身を乗り出して取り付けられますね。よいしょ。おー、完成。おー、はい、今無事に取り付け完了しました。各部のカラビナとかが取れてないか確認しておきたいと思います。特に問題ないですね。はい、取れてないですね。大丈夫です。グランドシート部分も大丈夫です。はい、というわけで今無事にですね、インナーテントおよびグランドシート取り付けた状態で撤収収納展開、その3拍子すべてですね、行うことができました。これはね、めちゃくちゃ楽です。正直今やってみて分かったんですけど、デメリットよりもメリットの方が大きいような気がします。結構インナーテントとかグランドシートとかって取り付けるの結構しんどいんですよ。はい、なのでこうやって展開するメリットっていうのは正直かなりあると思いますね。ただでさえ組み立てが非常にねスピーディーで簡単なテントにもかかわらず、吊り下げのインナーまでですねつけっぱなしにできるってなると、もう鬼に金棒というか、このテントを超えられるテントはもう他にないんじゃないでしょうか。はい、一方で一応デメリットの方も挙げておきたいと思います。やっぱりまずデメリットとしては全体的に重量が重くなっちゃいますね。なのでこの当然なんですけれども、フライシート単体で設営を行う時よりも重量が重い分作業がやりにくいです。なので例えば女性が一人でこのインナーテントを取り付けた状態でね、組み立てをしようとかってすると、まあ、多少ね苦戦してしまうところが出てくるかなっていうふうに思いますね。はい、あと中から全ての組み立ての動作を完結できないので、雨が降っている日とかになってくるとインナーテントはね取り外しちゃった方がいいかもしれないですね。全体的な作業性がちょっと低下する分、トータルの設営だったり撤収の時間に関しては時短できるかなという印象でした。あともう一つ気になったデメリットとしては、まあ、もしねテントがやっぱ濡れてる状態、特に撤収するときって必ずグランドシートの下って、まあ、おおよそ濡れていることが大半だと思うんですけど、そうなったときに、まあ、濡れたままテントをしまうっていうのはちょっときついものがあるので、まあ、グランドシートだけはもしかしたら取り付けたままにしない方がいいのかもしれないですね。まあ、そこもし気にしないのであれば、多少テントの寿命が縮んだとしてもそのあたりを気にしないという方であれば、どっちもね取り付けた状態でやるというのは、まあ、時短にはなるのでいいのかなというふうに思いました。はい、あとまあ最大のデメリットを挙げておきたいと思います。まあ、今回ね検証ということでインナーテントグランドシート取り付けた状態での撤収収納展開というね3拍子行ってみたんですけれども、やはりですね気になったところとしては、重量が増す分ですね各部の操作でテント自体に負荷がかかりやすいというところと、あと通常は取り外すことを前提とした収納のギミックになっているので、もしかしたら今日紹介しきれていない部分でどっかしらにですね負荷が過剰にかかってしまっているケースがあって、それが原因となってテントだったりフレームだったりの破損にねつながるというケースはなきにしもあらず。なので、まあ、メーカーといたしましてはこの付けた状態での収納や展開に関しては原則としては推奨しないというね、スタンスでいきたいなというふうに思います。なので今日の動画を真似されるということであれば、それは保証の対象外、自己責任という形になってきますので、ご注意いただきたいなというふうに思います。まあ、強いて言うとそのぐらいなので、まあ、あとはやっぱりこう見えない部分でですね水分が残ってたりとかすると重なり合う部分が多いがゆえにですね、加水分解のリスク、テント引いてはテント寿命の短命化みたいな感じになってくると思いますので、そのあたりはですね意識していただく必要はあるんじゃなかろうかなというところですね。はい、いずれにしてもですね、四隅のフックとかをカラビナ化する分にはふとした拍子に勝手に外れちゃうようなことっていうのも起こりにくくなるので、このカスタマイズはねありなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、私個人的な今後の使い勝手としては、まあ、晴れてる日であればおそらくつけたまま撤収しちゃおうかなっていうふうに考えてます。逆に雨の日とかに関してはやっぱり濡れたままテントを保管すると、まあいろいろとねテントに良くないことが起こりますので、雨の日は全部外してちゃんと乾かしてね使用しようかなというふうにね思ってます。まあ晴れてる日から雨の日に使用する場合にはすぐ展開できるんでいいと思うんですが、まあ雨の日撤収になる場合は外して
収納しようというね、そういうお話でございますね。まあ、濡れたテントをいつまでも収納ケースに入れとくっていうのも非常にね良くないことなんで、まあ、そのあたりは皆さんもねうまいこと調整していただくとよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今日はねローズテントのインナーテントおよびグランドシートつけたまま撤収収納展開できるのかどうか、検証してみたということで、本日の動画いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、そして参考になったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その流れ通知設定もオンにしておいてください。あとはさましてこちらですね、ほい X インスタグラムユージャックの公式 LINE やっておりますので、こちらも回してフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。今撤収するときに隠れたメリット発見したんですけど、ここねカバーついてるんですけど、カラビナあらかじめつけておくとこのカバーからちょっとねこう飛び出してるんで、ここにこのフックね、かけやすくなりますね。はい。これ結構便利じゃないですか。通常だったらカバーいちいちね、向いて中にある穴にこう引っ掛けていかなきゃいけないところ、その一手間がなくなるので、かなりこれね、便利だと思います。本当はね、こういう仕様でフォルトにしていきたいところなんですけど、カラビナもね、結構品質の良し悪しあって、パーツの点数増やしていくと、そういうところがね、無駄なクレームにつながってきたりもするんで、ちょっとメーカーとしては、一旦は今の仕様をしばらく継続することになると思います。まあ、カラビナ買うだけなんで、皆さん自由にカスタマイズね、してみてください。いい情報あったらぜひ、ユージャックチャンネルのコメント欄の方にも書き込んでくださいね。